藤田屋のダイアン巻株式会社藤田屋は愛知県知立市に本社を置く若し製造企業。あん巻を主体としている。1889年頃に暗ん巻を生み出した小松屋本家と比べると藤田屋は特別メニューを除いて常時7種類を取り揃えるなどバリエーションが豊富である。ゴスペラーズの堺井二は藤田屋のダイアン巻について最高を投票している。 2019年6月9日にはテレビ朝日系のバラエティ番組相イ学で藤田屋が紹介され、相イ雅マが大アンマキをうまそうに食した。2020年4月にはアイドルグループの SKE48 とコラボし、チーム S、チーム K にチーム E それぞれが考案したアンマキを期間限定でリリースした。藤田屋は知粒市の国道1号沿いに 大型店舗の本店を構えており、150人を収容できる宴会場も有している。本店の他には、名鉄名古屋本線、三河線地流駅、名鉄、JR 豊橋駅、名鉄名古屋駅、近鉄名古屋駅などの主要駅にも店舗を構えているほか、岡崎サービスエリア、刈谷ハイウェイオアシスなど、愛知県周辺の高速道路サービスエリアにも店舗を構えている。 また、各地で出張販売も行っている。以前は、モゾワンダーシティにも出店していた。ありがとうございます。